あら、なんてこった。衝撃で一番大事なところこっそり持ってかれてんじゃん。どうも皆さんこんばんは、ココレモンです。今回から長編シリーズバイオハザード RE2 やっていきたいと思います。前回はね、30分間1回限りの体験版をプレイしたんですけども、今回は製品版を遊んでいきたいと思います。ストーリーニューゲームで、今回レオンとクレア2人メインストーリーがあるんですけど、今回はレオン編をプレイしていきたいと思います。スタンダードモードやっていきましょう。バイオハザードはね、セブン以来のプレイですけども、どんな感じなんのかな。嘘じゃない、この目で見たんだ。ええー、信じますよ、もちろん。なんだこれ。もっと詳しく話していただけますか。先週金曜の夜、サブから帰る途中、女が歩いてきたんだ。ハンバーガー、ふらついてるから酔ってると思った。普通に腐ってね。自分こそ酔ってたんじゃないんですか。何杯飲んだんです。いや、一滴も飲んでなかった。またまた。まあ聞いてくれ、その女が近づいてきたから、そいつの目や鼻を見たんだ。まるで顔全体が腐ってるようだった。まるで死人さ、悪く死人みたいで。神さんみたいで。このようなものじゃない。その夜は眠れなくて。まあまあ落ち着いて、気を強く持たないと。恐怖に負けちゃダメですよ。それはそうだけど、恐怖で固まってると歯をむき出しにして。なんだよ、いいとこだったのに。なんかまずそうじゃない。いや、そしてグラフィックがすごいね、綺麗だ。やっちゃったね。引いちゃったな。嘘だ。そんな。あら。なんてこった。衝撃で一番大事なところこっそり持ってかれてんじゃん。いや、今のまずいね。お？レオンかな？あ、イケメンの喉仏してるわ。ガソリンスタンド？ジープ？かっこいい車乗ってんじゃん。あ、これはもうイケメンの喉仏だ。やっぱりレオンでした。誰もいないのか。何やら様子が。パトカーがあるぞ。君が悪いな。そしてケツアゴ。なんか落としたぞ。イケメンはケツアゴでもイケメンですかつって。まずいね。あ、こっから俺が操作する感じだね。なんか怪しい雰囲気。ガスステーション、パトカーが1台。で、この奥から何やら物音がしたんだが、お邪魔します。どうもイケメンです。誰かいないのか。イケメン1名入りますよ。店は荒らされてないね。走ることもできるんだね。店内を探る。え、なんか声する。
この奥だな。なんかいるぞ。人いる。大丈夫ですか？動かないで。こっち？すぐに戻る。指さしてる。ダウンロードできませんでした。おい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 。落とすんぞ。なんだ？ちゃんとしてろ。どうかしましたか？大丈夫だ。下がってろ。おい、やめろ。離れるんだ。まずいね。止まれ。撃つぞ。一発。二発。三発。強くねえか。よいしょ。おお。ヘッドショット四発。強いな。はまずい。警官が見るも無残な姿に。あれ、警官もゾンビになっちゃうの？鍵があるね。鍵、これでドア開けんのか。アイテムを確認する。使い込まれた鍵。まずいな。おっと、嘘だろ。また起き上がんのか。ありえない。おい、今回のゾンビめちゃくちゃ強えぞ。あかね、ここか。使う、なるほど。鍵をここで使っていく。うわー、いるー。2匹いるじゃん。真ん中から行こう。まずまず、弾が2発しかねえんだ。こっち来るでしょ。いったやべえな。あ、いる。え、どうしたらいい。ダッシュ、危ねえ。イケメンダッシュ。お、撃たないで、しゃがめ。ナイス、クレアじゃん。なんとか、ありがとう。礼を言うのはまだ早そうだ。なんなのこれ。めっちゃいる。こっち。挟まれた。れ、急げ。捕まってろ。ああ、なんとか脱出できたか。何が起きてるの。わからない。署に行けば何かわかるかもな。あなた警官。ねえ、レオン・ケネディ。君は。クレア、クレア・レッドフィールド。この町の人。いいえ、兄を探してるの。彼も警官。とにかく出会えてよかった。おい、運命的な出会いか。どうなるか。ラクーンシティ。なるほど、これが物語の始まりですね。ここでクレアと出会うんだな。レオンは21歳、クレアは19歳。こうイケメンからね、美女に出会えてよかったなんてね、いきなり言うあたり、こうラブストーリーな感じもするけど、ゴリゴリのホラーだからな、これな。にしてもなんかゾンビめちゃ硬かったな。へっしょ4発入れて、起き上がって3発だからな。計7発？
これ結構さ、バイオザードってこう弾に限りがあってこうあんまり乱発できないんだけどね。バイオハザードアルイツ結構銃の使い方が重要になってきそうだな。市民の皆さん、大規模な暴動が発生したためラクトシティ警察署へ避難することをお勧めします。必要な方には食料や医療品を無料で支給します。嘘でしょ、信じられない。署に行けば何かわかる。もうすぐだ。ええ、そうね。でも生き残ってるのは私たちだけだって。いや、他にもいるさ。でかい町だ、きっといる。ここからは歩かなきゃいけねえか。歩くしかなさそうだ。あら、まずいね。こっち見んじゃないよ。走るの間違い。ああ、そうだな。嘘だ。まずい。ゾンビってこんなにステルスで近づいてくるのか。なんすか。ああ、さっきの大事なところ持ってかれた。モンちゃんしっかり隠してんじゃん、弾。まずい。ああ、大丈夫？ああ、まずいね。なんか漏れてんね、ガソリン。ダウス。クレアは？嘘だろ。やば。ああ、バラに2、3本持ってかれたわ。2、3本持ってかれてるけど、イケメンはイケメンだわ。え、あ、いたいたいた。大丈夫よ。危な。あなたは？びっくりさせんなよ。やばい。ここは危険だ。先に行って。めっちゃいる。警察署で会いましょう。警察署で会いましょう。2発しかねえんだって。一体どうなってる？これは倒してる場合じゃないね。とりあえず警察署で会いましょうって言われたから。初めてのデートの待ち合わせは警察署か。あっちかな。すんごい量いるんだけど。まさか。おお、この町の、こんにちは。住民は誰？燃えちゃった。こっちで会ってっかな。いきなりだって2発しかないから、これもう倒してらんないもんね。よかった。あったあったあった。警察署だ。警察署、ラクーンシティ警察署。この音が、あ、いるね。いるな。まあみんな避難してきてゾンビになっちゃったんだな。おお、わ、バスからも落ちてくる。うえっつってるぞ。うわー、食ってる。あばよ、ここでいいみたいだね。よいしょ。動きがゆっくりだからね、早くなると危ねえけど。もうそこで待ってな。ラクーンポリス入ろう。ああ、ここね。おい、誰かいないのか。そうそうそう、弾がある。体験版でもね、ここからスタートしたんですよね。これで弾8発セーブしていこうか。いや、ほんとね、弾が大事になってくから。特別な武器が追加されました。そうそうそう、予約特典でね、
こうサムライエッジクリスモデルとジルモデルがゲットできるんですよ。これも使えるんだろうなきっとな。クリスモデル使っちゃおっか。あでもちょ待って、こっち弾ねえな。弾がないってことはこのマチルダ使えねえのかな。ゼロ発だわ。なるほど、リロードしちゃったからもうダメなのかな。普通のマチルダで2丁持っちゃってる。あーでも全然違うね、クリスモデルの方がかっこいいな。そうこれ見てこ、またあれでしょ、そうそうそう監視カメラ見て。まだ誰かいるはずだ。あーまずい、そうそうそう戦ってんのよ。まずい。ベイト、ナビ、見てるか。脱出路が分かった。ここに。手帳ね。一発。で掴まれてしまう。応援を頼む。東の廊下だ。任しとけ。この赤く光ってるとこね。彼を見つけないと。大丈夫か。でマップ今回また見ることができて、こんな感じにカーソル持っていくとね分かりやすくなってるんですよね。これはありがたい。マップを開く。いやちょっと先にやっちゃった。救急スプレーゲット、2丁持ってるけどクリスモデルは0発。ここ開けていく。出てくんなよ。よしよし、キープアウトって書いてるけど、あれこれ2回目だなっつって心の中でちゃんと懐中電灯変えてきたか。相変わらず見えにくいな。電池変えろって言ったやないかい。変わんないね。そこにヒューズがあると、ここも開かねえ。あーいる。ってことはこの部屋にも、はい、いた。ランニングスタイルで寝るタイプの人ね。電気をつけて嬉しい。こっちで弾リロードすればいいのかな。そしたらクリスモデルも使えると、いいね。そうここでね、あのランニングスタイルについて演説しないといけないから。起きてくんなよ。製品版になったら起きてくるとかやめてよ。でこの青くなっているともうすでに全てこうアイテム回収済みっていう意味なんですって。それはありがたいよね。赤いところはまた調べなきゃいけない。頑張れ新米警官。2回目だけどこれ、よいしょ、先を急ごう。クリススタイルで。また女子トイレじゃん。いやそんなキャラじゃないって。そして怖い。うん、相変わらずの乙姫、乙姫かと思う。いない、大丈夫。救急スプレーゲット、よーし、回復もゲットしたからなんとか。しっかり鏡を見ていく。こっち側だったな。右に行くとやっぱいるね。3体なんてことだ。4体。ここも開かない。カッターが必要だな。開けてくれ。はい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 、早く開けろ、頼むから
わかったわかった。今開ける。前も開けてあげたでしょ。大丈夫？頼む。捕まれ。捕まれ。任せろ。こっちだ。大丈夫。お前は製品版で絶対助ける。あいやー。しっかりしろ。またか。ああ全身血まみれ。またデッドバイデイライトでプレステージ2回しやがった。まずいる、がっつりいる。そうそうそう、手帳手帳もらってくぜ。警察官の手帳、メモが残ってんだよね。地下に行ってパーキングから出ると。あ、これヒントだな。やっぱなメダルを3つ入れるところがあって。いるいる。さあ来い、やつ。おいおい、倒れねえ。よいしょ、やっと倒れた。まずいな、強いな。でメイン方に戻ると、そっから出てくる。かまってらんねえね。あ、こっちやね。メインホールに戻る前に出てくんだよな。こっちにもいる。一発。強いな。よいしょ。やばい、後ろからも来てる。いけるか。ダメか。ちゃんとイケメンだからがっつり捕まえてくんじゃん。困るよ。出るぞ。よし、急げ。頑張れ。だよね、そうなるんだよね。任せろ。ナイス、2回目のナイス。しばらくは安全だ。助かった。マービン・ブラナだ。マービン。レオン・ケネディ。また会ったな。もう一人警官がいた。でもやられちまったよ。立て。2度目の再会。お前は悪くないレオン。助けたかったんだよ俺だって。やつがさ、プレステージ2回したいって言うから。さあな、分かってるのはここじゃ用心してないとこっちがやられちまうってことだけど。うん、だからそれを分かってるって。待機命令が出てもっと早く来てれば。今いるだけで十分だ。準備できました警部補。ここから出る方法を探さないとな。そうだな。お前が会ったエリオットはこの隠し通路を探していたようだ。うん、それはいい。あなたを病院に。いや、俺のことは気にするな。でも置いていくわけには。いいか、これは命令だ。お前は自分の身を守れ。俺が行けば足手まといになる。いや、相変わらずグイグイ来るじゃん。これを。でもこれはいいんだ。ナイフね。俺の二の舞になるな。もし奴らを見つけたら、相手が警官だろうと、決してためらうな。殺すか逃げるか、どちらかだ。いいな。任せてください兄貴。やばい、めっちゃ痛そうじゃん。今助けてやっから安心しろ、俺がついてる。新米だがなーつって。コンバットナイフゲット、オッケー。サブウェポンね。サブウェポンを構えて攻撃することができる。先輩の前で見せてゆく俺のスタイル。見てねえな。見て見て。でさ、ここにメダルを入れたりするんだよね。いや、先急ごう。先輩痛そうだから。ちょっとアイテム預けていきますか。
こまめにね。バイオハザードってすぐいっぱいなっからさ。預けたいけど、これ組み合わせたりできねえか。3発入ってんだけどね。やっぱ持ってこう。弾大事だからな。2丁を持ってくスタイル。救急スプレー預けちゃおうかな。1個あれば十分でしょ。これは、サブウェポンは装備しなくてもいいみたいだね。そのまま装備されてると。よいしょ。で、ここのゲートを開けて、次は、このメインホールから出ていく感じだな。よーし。そういうこと。1日目からこの勤務。やばいよね。弾がある。しっかり拾っていこう。あれ？ここに板があったんだが、製品版ないのか？こう板を使うとね、こういう窓をね、封鎖できるんですけど、出てこない、大丈夫？またいるじゃん。飲みつぶれた人よ。大丈夫か？起きてくんなよ。絶対起きてくんなよ。おい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 、レオン、やめとけって。またやるの？相変わらずじっくり見てくじゃん、レオン。またお前はそこにいる。なんでそこにいんのよ。何したので、クラブの鍵がないとダメだね。ここは変わらない。奥行こう。わー、開いてるわ。どんどん入ってくるわ、こんなんじゃ。で、そこの窓から出てくんだよな。分かってんだぜ。はい、こんにちは。で、こっち、あー、入ってくるね。最高だ。もうレオン興奮しちゃってんだよ。一発、一発、しゃあ。あー、プルプルしてる。大丈夫か。3発じゃなんかまた起き上がってきそうだけど。よし、ここまで来た。弾がある。しっかり拾っていく。あとは、あったあった。そう、緊急事態発生ってね。避難所としたが、署員1名死亡、3人負傷、12名も死亡したんだよ。生存者わずか。ひどい混乱に陥っている。警察署1階の地図、こうやって広がったね。この矢印のとこから出れると。生存者いないのか。マービンもなんかもう死んじゃいそうだし。よいしょ。はい、またポテチくん。また探ってんのか、お前。だからそんな布団だぜ。スルーしていきたい。あ、そう、ここにもいいんだわ。起きてくんだよ。ロッカーがあるね。開けれる。はい、いいね。ハンドガンの弾。入ってくんなよ。ガンパウダー。そう、2つ組み合わせることでね、ハンドガンの弾を作成できると。え？やばいぞ。来るじゃん。はい、ポテチ男。こっちにはねえぞ。この野郎。うわー、倒れねえ。あー、強い。4発だ。
ガンパウダー、あ、書いてるね。ハンドガン弾、ショットガン弾、マグナムの弾。大事だね。了解。え、いるやん。え、起きてきたやん。もう寝って、ポテチ寝って。俺にポテチくれっつって。あーだね。あーもう寝って、かまってちゃんかよ。よいしょ。あ、どっか行った。どっか行った。どこ行くんすか。いやー、大丈夫そう。作戦報告書。いや、失敗しちゃってんじゃん。まあな、下水道にゾンビいない、絶対いるからな。新人の初仕事。恐るべき内容とは、なんと自分の机の鍵を開けることだ。ヒントは6人の先輩のファーストネームの頭文字。なんで俺の引き出しにロックかけてんだよ。優しいブラナ先輩って。いや、まずくね、なんか血出てんじゃん。ここに来なくて正解だぜ、新米。まあ、可愛がってもらってるって感じだね。二つ丁寧にロックされてる。ウェルカム、レオン。ありがたいね。先輩、そこで寝ちゃって大丈夫？一発、起きてくるじゃん。先輩、寝ててください。強えな。マジか、まだか。おやすみ。頭文字つってたな、これか。 M R R だね。バイバイしてる。バイバイ、さよなら。 G MRGこっち側は MRG っぽいな。M、R、G。OK。もう、よりによって、初犯。俺、初犯犯したぞ。初の犯罪つって。N、E。あれ？どこだ？あったあったあった。D NED だね。 N E D OK。 先輩方残念だったな。ロングマガジン、マチルダ、マチルダにしかつけられないのかな。そっか、クリスとかジルの方にはつけられないっぽいね。なるほど。ダメだ。マチルダにつけるしかない。カスタマイズ。これで、サバイバルの基本。これで、弾がいっぱい入ると。いやー、起きてくるか。このクソ野郎。よいしょ。おいおい。どこ行くんですか。どこ行くんですか。やめろ。つえな。倒れろ。倒れね。うお、強い。起きてくんなよ。切っていく。マジか。えい、危ねえ。銃はいらない。強くねえか。金庫がある。番号わかんないよ。どっかに書いてない？どこに隠してんでしょ？ないか？うん、なさそうだね。まだ赤くなってるってことは、金庫含め、まあなんかあんだな。こっち行こうか。
こういうとこに書いてねえかな。ないか。あー、スペードの鍵が必要。なるほど。じゃあ外に出ますか。先輩方に歓迎されたところで。嘘だろ、さっき寝てたじゃん。入ってくんの。よいしょ、もう一発。おお、2発。大丈夫そうだ。なんだ、クリティカルショット的な。2発で倒れたぞ。もうなんだこれ。6回用の端末について。なるほど、予備機を使用し端末を修理してください。犯人は分かってるかな、このバカ力。ロッカー、お、なんだこれ、バッグ。なんだこれ、弾、ショットガンの弾っぽいな。なるほど、ボタン押して開けたりできるのかな。ウェポンズロッカー、カードキーが必要。ショットガンあるじゃん、めっちゃ欲しい。どこだカードキー。ハンドガンの弾、なんだ、ナイフ、ガンパウダー。これ開けたいね。開ける必要があるみたい。もういろんなとこから出てくからな、気をつけないといけないな。こっちか。あー、いる。入ってくんなよ。まだ開店前ですよ。あった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 。これ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 、この木材、木材を使うと落ち着けて使う。こんな感じにね、おじまり用心封鎖できんのよ。ハーブゲット。お、こっち体験まで行かなかったな。お、ハンドガンの弾。あ、持てねえ、持てないね。組み合わせるか。ハーブとハーブ組み合わせて調合したハーブ。ハンドガン弾リロードして。バイオハザードってね、アイテムの数もシビアなんだよね。弾もそうなんだけど、捨てたりすることできないから、こうやって組み合わせて、まあ預けたりすればいいんだけどね。緑色のハーブ、傷を癒す力。青色のハーブは解毒。赤色のハーブは、なるほど、組み合わせる。青色と赤色のハーブ組み合わせで、体を頑丈にする？なんだ、防御力が上がるみたいな感じ？よし。セーブしとこう。電気つけよう。フィルムの置き忘れに注意。レッドハーブ。レッドハーブは使えるよ。あ、ここで写真を現像する感じだ。なんだ、預けるとこあんじゃん。預けよう。一応手持ちはなるべく少なくしておこう。鍵、鍵まだ使いそうかな。めっちゃあるじゃん。まだ赤くなってる。上かな、今度。上行くか。おとなしくしてろよ。上にもいいんだよな、これな。お、いるじゃん。まずい。よいしょ。ほら。あー、起き上がってくる。よいしょ。強えな、全然倒れねえぞ。よいしょ。マジ、あー、抱っこしてっつってる。
イケメンはモテるから、またバイバイしてな。よっしゃ、オッケー。上にもいる。入ってくんなよ。そうそうそう、ここにもロッカーがあって出てくんのよ。はい。だからサプライズ好きかっつんだよ。よいしょ。なんでロッカーに隠れてんだよ。また鍵じゃん。この時代だからツイッター流行ってるし、ファボか、ファボだ、ファボいいね。しろ V ねえじゃん違うわ。じゃあなんだ、警察キャップちょうどなってるし。え、当たったやん見てる、誰か、誰もいねえ当たったぞ、おい、ショットガンの弾持ってねえけど当たったおお、ショットガン弾いいね、一気に6発いいじゃん。まさかのキャップで合ってたわ。ポータブルセーフ取扱説明書、ボタンは特定の順番で押してください。順番間違えると全てのラップが消灯します。最初からやり直し。これか、アイテムを確認、調べる、ギミックを発見することができる。セブンにもあったな、そういえば。これか、ん、ボタンを押して、あーあ、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 はい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 。あ、間違えた。なるほどね。順番を記憶しないといけないのか。こう。こう。あ、ダメか。あれ、どうだっけ？こう。こう。あれ？あ、あ、え？あ、こうこう。あ。どこだっけ？スタート。よいしょ。あ、そうそう、こう、こう、次で間違ったな。あ、だからそこ違う。こう、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 あれ？こう、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 そこ。で、次で間違ったから、ああ、そこじゃねえのか。そう。で、こうか。やった！記憶力セーフ。なんだなんだこのミニゲームみたいな。なんか部品ゲットしたな。何かの端末のボタン、数字は書かれていない。なんだろう。で、ここも、通れないと。上にいたからね、さっきね。あ、いなくなってる。弾があるよ。しっかり拾っていく。あ、いたいたいた。入ってくんなよ。上登って、はい、弾拾っていく。あ、まだ赤くなってんな。まだあるってことだ。ここにも、あ、ここにもあんじゃん。また、キャップ ?CAP。違うか、さすがに違うか。横に書いてない、ないか。で、ここに鍵があるんだよね。スペードの鍵持てないじゃん。戻るのがあれだから使っちゃおうか、調合したハーブ。ファイン、オッケー、全回復。鍵拾って、あー、で、ここ開けると、あいついるんだよな。なんもない、いた。なんだ、バケモン出てくんなよ。拾えない。
奥にありそうだね、なんか。あたたたた、生存者へ。立花、目が見えない。聴覚が異常に発達してるけどね。なるほど。バカみたいに打ちまくっちゃいけないと。おばあちゃんみたいにゆっくり歩けみたいな。音出さずに。わかったよ。木材がある。これなんだ？なんかセブンでも壊すと壊れねえか。壊すやつあったんだよな、なんかな。ところどころに。そういうやつかと思ったら。おい！お化け屋敷のなんか仕掛けみたいになってんじゃん。ハンドガンの玉みっけ。しっかり拾っていこう。あとは？なんもないか。なんだこれ。C4! 爆薬じゃん。ある男の手記。新刊でバリケードの C4 を起爆させれば全員まとめてコッパみじんだ。新刊が必要みたいだね。サイドバック。おー、いいね。懐は深く。手持ち増えたぞ。めっちゃいる。めっちゃ寝っ転がってる。なんだこれ、でけえ銅像が。めっちゃいたな。あれ起き上がってくるぞ絶対。押してくんなよ。あー、ここね。レオ、マービンだ。今すぐ戻ってこい。何か問題が。下がやばいことになってる。見せたいものがある。重要だ。了解、すぐに向かいます。すぐ向かいます。あ、俺はハブ。なんだよ、ただの花じゃねえか。マービンとこに向かいましょう。で、ここ行くとね、危ないからこっちから行こう。もう体験版で俺は経験してんだ。寝っ転がってんね。二人確認。よいしょ。ん？どっち？反応してんのかしてねえのかわかんねえよ。こっちは。反応してないのか、これは。コンバットナイフ。ナイフ結構使えるからね。いる、奥に2人。こんにちは。ちょ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 。横。あ、こんにちは。いい感じに横にスライドして歩いていくんじゃないよ。あそこに寝ってるし。撃っとくか、来る前に。起きてくるよね。ちょっと硬いんだよな。ああ、強そう。来てるじゃん、そして。お前はあっちでスライドしてろ。階段登って。よいしょ。よいしょ。うえ。そう、この人、うえって言うんだわ。やばいやばいやばい。よいしょ。下にもいる。起き上がってくんなよ。そうだ、来い。でかいからちょっと強そうだよね。倒れない。よいしょ。よし。はい、さよなら。で、倒れたら、ナイフで、また受け、まだ来んか。よいしょ。はい、さよなら。あ、起きてきそうだね。あ、起きてくるわ。うえ。ナイフで。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なんだよ。騙されたな。まずい。ナイフ。まったくよ。うえ、これでも食らえ。強いな。奥にもいる。ナイフ耐久度があって、使いすぎると壊れるとね。あ、なんかあるぞ。赤い本。
これも調べられんのかな。なんかある？なんもないね。さあ最後一人お食事中すいませんね。なんかいい感じにかわすじゃねえかいい感じに食べてるところあ、来た来た。よいしょ。待て待て、俺食べ物じゃねえぞ。よいしょ、いけ。大丈夫？うわー強えな、めっちゃ起きてくんじゃん。寝てろって。よいしょ。あ、まずい。ナイフ飛びついてくんのか。よいしょ。このクソ野郎レオンもつい口が悪くなっちゃうよ。オッケー、もう倒したよね。起きてくんなよ。なんだこれも、あ、ジャッキーになんかはめるやつあるね、これね。本はめてもダメだしね。え、嘘だろ。最高だ。なんで何回起きんの。ホールド。え、いやいや、そっと捕まえてんじゃないよ優しく優しく触ってんじゃないよ。そっか、あれジャッキーでも動かさないと動かないのか。ジャッキーなんかはめるものあんだね。了解した。そう、このメダル使うところで開かないんだよな、ここな。ガンパウダー、そう、これやっていこうか。馬だな、馬だから手帳を最初にもらった警察官の手帳で、あった、馬、魚、サソリ、なんだあれ、壺からなんか出てる、魚、これだ、サソリ、これ壺みたいなやつ、これか。おー出てきた、ユニコーンメダル。持てねえ。あれ、まずい。持てねえ。一体返却。あのメダルを3つ持ってって、はめるところがあるんだよね、確か。鍵を開けていく。よし。今回大丈夫でしょ。体験版の時にマービンゾンビになってないか、ちゃんと疑ってたから。あそこにもあるね。今回大丈夫そう。大丈夫だ。はい、来てる来てる。来たか。来ました。見てみろ。はいよ。どうも、うん。よかった。無事だったか。クレアだ。うん、知り合いか。クレアだ。一緒に来た。あの場所だったら2階から行け。東だ。わ、はあ、かりました。了解。感謝します、警部補。マービン、絶対ゾンビなんじゃねえぞ。はい、それじゃあ今回はこの辺で終了したいと思います。次回もバイオハザード RE2 続きからやっていきますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。それじゃあ、バイバイ。ケツ穴を隠していく。君の可愛い声が青く澄んだ瞳が暖かな日を